トリックアトリート、お菓子くれなきゃ、鼻に手突っ込むとしか思いつかない。こうやってもうそれしか思いつかへんだって。それされたくないやん、みんな絶対、うん、絶対くれるやん。さ、そのもっとじゃあされたくないやつ考えたらいいやん。鼻に手突っ込む以外さ、干潮すんの。干潮は眼球触るぞ。やめて、怖い怖い。なんでマジで。そっちのほうがされたくない。確かに。あ、え、干潮でいいやん、お菓子くれなくちゃ。お菓子くれなきゃ干潮するぞ。干潮なぁ、されたい人もおるで絶対。マジ、うん、だってさ、だって可愛いことやってもさ、うん、じゃあ眼球触るじゃなくて、うん、眼球舐めるぞ。あはは、嫌や、嫌 やろ。ほら、うん、それか眼球舐められたい人なんておらん。耳たぶ食べるぞにするか。うちが耳たぶ好き。食べるじゃなくて耳たぶ吸うぞの。なんでな、いちいちなんでそっちの方がグロテスク入るん。グロってこっちの方がグロ。食べるぞの方が怖いやろ。ほんま、吸うぞの方が。なんで、え、吸われんのみたいな。なるかな。なるやろ。いやそんな感じ。可愛いの、あれなんかすねちゃうぞとかそんなんちょっといきません私。うん、もうすね、お菓子くれへんとか、すねるどころじゃないもん。てかまあ明日からのお菓子奪うぞとかしかじゃないと無理ですね。うん、どうしようかな。みんなこんにちは、こんにちは、ありがとう、こんにちは。どうしよう。いや眼球舐めるとか、え、耳たぶ吸うぞにしようかな。じゃあ動画やろこれ、うん、だからちゃんと吸うまでやらなあかんね。それですね、耳たぶ食べるぞか吸うぞか。鼻わずお菓子をあげたか、鼻に手突っ込む。思わずお菓子あげ、思わず。でもさ、やっぱさ、嫌、うん、やって言って思わずあげちゃうことだってあるやん、うん、そっちやな。だから全部可愛く、うん、手分けてもないやん、うん。確かにお菓子食えなきゃ一生配信しいぞ。あ、まあユイナのファンの人はな。確かにとかかな。耳たぶかな、やっぱり。ちひさんのお土産、これもお土産、うん、やと思う。ちひさんのお土産、ちひさんのお土産、レイさんがくれたカヌレ。いいな、イエーイ。カヌリたい、カヌレめっちゃハマってるし、私も大好きな。美味しいよな、カヌレ。カヌレのアイス出んねんで、まんじゅう。マジ、うん、え、だってもうあの形がさ、カヌレじゃない、まんじゅうアイスの形が。なんか多分そうやった気がする。そんな感じのくれるってこと。何個入ってんの。1個ちゃう。原さん食べようとしてんねんけど。どうすればいい。これでまず食べたら。え、うちの分残しといてや。それでいいよ。いいよ、ちぎって食べても。お菓子くれなきゃ、うん、鳥やもん。ちゃんとせんべいの匂いするわ。いただきます。うん、マジ鳥。あ、ちょっとでもちょっとしょっぱくない、癖のある。どこ行ってたん。探し物。カヌレを持ちながら。カヌレを頼りにやってた。ごちそうさまでした。カレンはね、子犬が食べてないんですよ絶対。しっかり残ってるわ。うん、おいしい。うん、焼き鳥の味がする。うん、焼き鳥食べたい。うん、え、もう決まったかな。ワッフル、ワッフル。お菓子くれなきゃ。耳たぶ。でも吸うぞやったら吸うって分からへん人いるから、食べるぞカスマ。ちょっとその時はノリで撮ろう。お話し会でコスプレするんで、その時に撮ります。動画は何のコスプレするの。内緒。内緒。うざです。明日かも。明日、ね、早っ。ちょっと空いちゃったな、なんか空いた気がする。うわ、え、いつから。あ、10月1日から
2日からやってないんか、まあ、めっちゃ空いたな。でもいけるかな、次の週もあるもんな。リアルかそれは、うん、あリアルの服あるわ。もう服さ変に買いすぎてめっちゃ余ってんねんけど、どうしよう。じゃあちょうだい全部フリフリやで。うわ着いひんやろ絶対。いや着る、ほんま。だからお姉さんの服を求めてる。うん、ナイスクラップとかやからお姉さんかどうかがわからんわ。なんだっけ、そんな TikTok の振りほぼ覚えたことない。わかる。いやもう。はじめまして。今日はゆずお姉様が復帰です。うわ何しようかな。元気 100% 17時からサンテレビさんでニュース情報キャッチプラスに出演させていただきます。 YouTube でも見れるので皆さん絶対チェックしてください。カヌレいただきます。何味いる？かぼちゃ。あー無理無理でした。無理です。いただきます。私秋の食べ物食べられへん。さつまいもなんか、うん、単体は好きやねん。かぼちゃもさつまいもとかも、うん、なんかそういうなんか例えばスタバとかさ、うんうん、そういうのに食べられると無理。紫芋とか。あそう、うん、無理。単体の方がうまいもん。まあ確かにな、うんうん、カヌレは美味しい。なんかさカヌレって独特よな。ちょっとカリッとするけどちょっとむっちりもしてるやん、うんうん、しっとりもしてるし、うん、それがいいんやろうな。香ばしいしガチうまいよな、うん、いくらでもいけんもんカヌレは、うん、ここでしかカヌレでしか感じれない味ってしてるよな、うん、アイスにしてもさ美味しいけどさ、うん、まあカヌレはさそのさ それありきじゃない、うん、直感ありきよな、うんうん、未だに私誰か名乗ってないっていうな、うん、分かるやろ、うん、分かって分かるやろ。一人で出ます。美味しかった。うわめっちゃコーヒー飲みたいねんけど、でも今日飲んだからもう飲みすぎてあかんねんな、うん、コーヒー、はい、うんうん、ああ明日早いな。一部からの人か、うん、早いな。うち一部なったことないねんな。え私もだから初めてやね。初めて、うん、何やな一部って。ファンの人もさ、うん、起きるの大変だな。そうやね、絶対寝坊するやんファンの人。そうなの。私だったら寝坊する、うん、私も一部からこうさすがに、うん、もう仕込もうと思わへんもうありがたい。まあお仕事行く人からしたら、うん、もしかしたらちょっと好調なんかな。好調好調なんていうの好都合。ああ、うん、なんかな、うん、確かに一部なんか AKB さんの時は1回ぐらいあったかな。うんうんみんな推しのために目ギンギンで起きてるよやって。すごい、いいな素敵。すごい寝坊したことない。不思議なことに楽しみすぎて起きれちゃうんだよね。すげえ。すごい。10時からって普通に早ない、はい、だってさ、うん、10時からって遅いと思うやん、うん、でもさ準備とかさ。そうなんです。移動とかさ結局早いな。髪の毛して、うん、ってやってるとめっちゃ早い時間やから、うん、分かる、うん、結局なんですよね、うん、明日は明日でもナチュラルか。明日私何やったっけ。ああ思い出した。そう私の早起きはな。でもれいこちゃんも早起き得意やな。めっちゃ得意。めっちゃ得意ですよこの人、うん、すぐ起きるもん。寝起きめっちゃいいもん、うん、イメージある、うん、グダグダしてるイメージない、うん、なんか逆になんかびっくりすんねんこう、うん、弱い人見ると。なんでスッと起きれへんのが不思議で仕方ない、こっちからすると。
めっちゃあれなんか昨日オフやってん、うん、でめっちゃ寝たろうと思って、うん、まあ、夜中ちょっと編集してたから、うん、寝るのは遅かったんけど、うん、3時ぐらいやってんけど、うん、初めてちゃんと12時まで寝た、うん、12時まで寝たらさ、うん、もう結構なんかもういいってなるくない、うん、なんかみんなさ12時以上寝てる人、うん、メンバー多いからさ、もういいってなった、うん、すごいなと思う。わかる、逆にめっちゃしんどかった、うん、そうよな、うん、なんか7時に起きて、うん、なんか体が勝手にいいか、私7時か7時半か8時に起きる体質やね、どんなに遅く寝てもめっちゃわかる。で7時に起きてとりあえずその間にツイッターを更新できる気力はあるね、うん、朝、うんうんうん、分かる。で更新してちょっと、まあ、昨日の投稿のコメントとか読んで、で、まあ、いつの間にか寝てて、で10時ぐらいに絶対パルが起こしに来んねん、うんうんうん、でそれで、まあ、牛乳あげて、うん、また寝て、でいつもやったらそこで起きるけどもう一回寝とこうと思って寝て、ちゃんと12時まで寝たけどめっちゃ体しんどかった、寝すぎて。分かるわ、うん、寝れる人すごいと思う、うん、なんか夕方に起きたとかさ、うん、分からへん、もう無理。12時まで寝たことも奇跡やと思ってる。上出来やで、うん、夜寝られへんかったし今日。ああそうよな、うん、そんな感じよ。あでも久しぶりに寝れたからもういいかなって思う、寝ること。うん、確かに体はな、痛くなるよな。バキバキやったもん昨日から起きたら。で最近パル私のところで寝てくれるから嬉しい。あったかいやん、湯たんぽ代わりになるやん。そうやね、でもなんかパルのせいで寝るとこないねん。あーね、うん、私が寝てない場所で寝たがるから、うん、探しはんねんけど、そこで止められたらさ、うん、なんか自分がこうやって動かしてあげたらかわいそうや、また移動しなあかんから、うん、確かにな。動物ってあったかいよな、冬も。あったかい、私もみたらしで暖を取るの、うん、まだでも布団の中に入ってきてくれへん、うん、ああそうなんや、うん、でもいや嬉しい、ママのベッドからやっと私のベッドに移動になりました。へえ、うん、まあ何グラムもあれでいいや、耳たぶ食べるぞにしよう、私らしく。この前さ、ラジコでさ、うん、あのミーさんも耳たぶフェチらしいやんか、うんうんうん、そういう話になって、まあ、メンバーで、うん、なんか旦那の耳たぶが好きですかって話になって、うんうん、で昔、うん、それをツイッターに書いたことあんねん、うん、でも投稿しひんかってん多分、うん、まあ、下書きにあるはずやってんけど、うん、誰が誰やろってあんま覚えてなかったん、うん、でもまあそんな生放送でさ下書き見る時間もないやん、うん、適当にパーって言って、うん、1位あやの泉彩乃ちゃん、うん、2位原カレンちゃん、うん、3位前田玲子ちゃんってそのまま言ってやんか、うん、でもあやふやで今思いトップ3を言ってん、その場で、うん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 、で終わってからツイッターの下書き見たらそのまんまやってん、うん、あそうなんや、そうわあってた、そのまんまやと思って揺るぎなかった、そう、うん、その時から全然成長してなかった、うん、皆さん不動の3位でございます。本当に王田優衣がいたらねまだ変わってくるんですけど、ランキングが、うん、そう耳たぶ好きやね、うん、あ今日公演か、公演です。皆さん来てくださる方いらっしゃるかな、体力が。久しぶりに前髪上げちゃおうかなとか言って前髪切ったばっかやから下ろせって話やねんけど迷っちゃう髪の毛、最近ツインしすぎた、迷っちゃう何にしよう。でもそっか、おでこにニキビできてるから前髪下げなあかんわ、うん、それは下げ、うん、お、ママ向かってる、待ってる、話が始めたってよ、ありがとう、とうとう、すごいハロウィン仕様なってるんや、
あるかな。あ、2日公演おらんわ、うち。おらんの？ M ハロウィンパーティーする？うん、するんちゃう。週遅れでやってどうやろうな、忘れ。でも2日、そっか、でも生誕か、生誕ともっちゃん初日やからバタバタはするな、うん、あんまやってる余裕なさ、うん、うわしんどいな。そやな、2日は体力が。頑張ってください。すげえ、昼夜当たった。うえー、ありがとうございます。そうや、頑張ろうね、頑張ろう。何倍ワン決定戦むずいな、むずい。めっちゃお腹減るもん。お稽古の時私もう目死んでた、わからんすぎて確かに、うん、みんな目死んでた、みんな目死んでた、みんな、目に光がなくてでもおもろい、みんなのいろんな一面見れておもろい、うん、確かにな、うん、ほんまに先輩後輩関係なくやってるもんな、うん、せやな、ぶつかり合い、うん、うん、やからまた新しい一面は見れるんじゃないかなとは思いますね。見れると思いますよ。あと昼夜でも違うくなりそう、設定どんだけ同じでも。うん、台本はほぼないんで。確かにな、うん、そう、台本がないからな。そうそうですよ、私演技したことない、ファンの人の前で見たことない、うん、あのなんか昔一回あったやん、即興、うんうん、あれで一回だけやったことある、ね、でもあれ演技というよりもう出口ゆいなじゃん。そう、ネタやったあれやしさ、なんかそういうゆり劇場とかさ、うん、出てもさ、出口ゆい、そうやねん、妖精出口ゆいみたいな感じでさ、めっちゃもうほんまにありがたいことに、うん、ゆり劇場の出演回数がめっちゃ多いねん、うん、でも、うん、基本人間じゃないねん。そう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 、そうだからさ、そうやねん、ほんまにちゃんとそう別人になりきって演技っていうのは初めてな。脚本は書いたけど、うん、ほんまに自分で演技はしたことないから、うん、ね、頑張りますよ。頑張らな、ね、うん、あれってさ、名前覚えなか、なんかないか、ないよ、うわ、覚えなかんか、覚えれるかな。あ、でもいや、自分の名前が一番覚えられへん。何やったっけ、3文字です。あ、最近アニメなんか見てる？スパイファミリー出た大好き。でこの前見てないねん。あとカッコーも好き。モルカーです。知ってます。最近の流行りのアニメはモルカーです。流行ってるんか流行ってる、流行ってんのか。うちらよりどんだけ人気やもんモルカー見せてくるんですよ。モルカー誰もうみんなさ、マジ興味を示してくれんくて、うん、どんだけ語ってもどんだけ見せても、うん、でもウーカさんがそうそうそう、どんどんハマってくれてて、ハマっていってるじゃない。この人の宣伝能力がすごいだけ。いやでもすごい、ちゃんと一気全部見てくれて。ほんまに？そう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 。もう3分やもんな。そう、2、3分やから全部見てくれて、うん、で今その LINE スタンプで出前館とコラボしてんね、うんうんうん、モルカーが無料のやつで、うんうん、そういうかさん撮ったって言ってて、ね、この前送ってきてくれて、それを今もう徐々にほんまや、そう染まってきてるやん。ウーカさんはもう取り込んでる、うん、私が唯一多分メンバー取り込めた。そうメンバーなの私は染まりませんでした。全く染まってくれへんかったからメイクしながら見たもん私はもうウーカさんどんどん、うん、これからも見せていきますね。アニメか。でもちょっとずつ穴場見返してる、うん、あでも怖くて全然進まへん。アニメじゃないけど、うん、確かにアニメ、ネトフリの、ネトフリの感覚で言ってた、うん、アニメじゃない、怖いよな。怖く、映画見た。あ、そうなんや、分かる、映画だけでも、うん、あ、分かる分かる、まあ大体こういう人こういう人でっていうの知ってるからっていうのもあるけど、大体分かるし。そうやな、うん、あ、でもそんな感じかな。アニメ確かに最近ちゃんと見てないかも。そう、穴場夜見られへん。いや、あれ見られへん。あそこが、あれが一番怖ない。まだ見てない、あのもうまだ2話とか3話。あでも私逆にネタバレしてほしい。あのさ、でも見たことない、あのさ、こう上半身だけさ、え、冷凍室からこう流れてくる。知らない。
あれめっちゃちょっと一番いやいや多分みんなのトラウマやと思う。あれ最終回だけなぜか見た。あそう、私結構結末見てもう楽しめる人やから、うん、私も、うん、ネタバレ、ネタバレ大歓迎。いやあれ怖かったな。な、うん、TikTok で回ってくるだけでも怖い、うん、間違いないね。そろそろ終わらな、メイクしなくもんな。うん、まやで。あ、そうや。じゃあメイクさん。一緒企業。一緒じゃない。一緒メイク。うん。何するんか見分け。ストレート。あ、そうや。多分みんなが望んでるから。うん、確かに。めっちゃ綺麗になってますよ。めっちゃ綺麗になってるんですよ。うん、嬉しい。だから今日はちょっとストレートにして。あ、何時今？お、あと14分で始まります。よし、終わろう。私はちょっと。いってら。用事をしてきます。うん、13位アジさんありがとうございます。12位ヨピありがとう。12位アルマさんありがとうございます。10位アサマックありがとう。19位まこちゃんありがとうございます。8位がルートくんありがとうございます。7位がお茶畑爪みどりありがとうございます。すごい初めてかも読んだの。お茶畑爪みどり合ってるかな。6位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。5位がせいちゃんありがとうございます。4位がハマノンありがとうございます。3位がだいちゃんありがとうございます。あ、ゆいなちゃんかわいい。2位が野原しん、2位がしんのすけさんありがとうございます。どこ行くん？ここ怖いね。1位がガンズンでした。ありがとうございます。1位はガンズン。パチ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 ということで皆さん11時からぜひ YouTube 待機、そしてサンテレビさんのチャンネルをつけて私の初グルメロケ見てください。18時半からは声は突然やってくる声もよろしくお願いします。ということで今日も TikTok あげるのでぜひ見てください。30日ぐらいから新潟のグルメあげ出す予定です。え、どっちがいい？今日 TikTok、 いやでも今日 TikTok とインスタ一緒、インスタ2個投稿、いやそれは大変自分が。はい、ぜひ見てください。じゃあねー、リポートします。またねー。あれ消されへん。